はい。えー、こんばんは。島津のステイアウトオブザハウスです。前回ですね、ついにエンディングを迎えることができたんですけど、まあ、ちょっとバッドエンディングになってしまいました。で、今回は、地下にある放射能マークが書いてあった扉の先に、えー、行きたいと思ってるんですけど、前回入力ね、うん、してみたんですけど、 ちょっとダメでしたよね。前回は時計の配置の、えっ、ー、と、設置の高さ順で入力しましたよね。一番上に配置されてる時計から下に向かって順に入力。一番下からね、上に向かって順番に入力。っていうのを試みたんですけど、えっ、ー、と、それじゃ開きませんでした。 まあそんな感じで開かなかったんですけど、あの後ね、ちょっと色々と考えたんですけど、まだね、試してない入力方法がありました。何かというと、正規のメインストーリーを進んで見つけた順番っていうのを試してなかった。それで行くと、まず最初に見つけたのが2階の時計。9時。で、1階の時計。 7時。隠し扉を開けるために使った時計。5時。で、最後に見つけたのが屋上の1時の時計。この順番をね、ちょっと試してませんでした。案外深く考えなくてもいい可能性があります。なので、ちょっとあの、試してきます、今から。あ、やばい。溶 <laughs> けちゃった。 うん、やばい、来てるわ、こっち。例の作戦、作戦というか、うん、前回は、そうだね、お自分でトラップに引っかかってる、バカめ。あの、予定外の人間を殺してしまって、うん、ちょっとショックを受けてて、ほうけてるところをね、ついて、脱出したんですけど、もう、 さすがに治ってました。また引っかかった。<laughs> 引っかかりすぎじゃないえっ、ー、と、じゃあ試してみましょうか。最初に見つけた時計9時。で、次に見つけた時計1回の時計ね7時。で、3回、3番目に見つけた時計5時。で、屋上で見つけた時計1時。来た。うわ、マジか。 すげえシンプルに考えればよかったんだ。正解はメインストーリーに沿って見つけた時計の順番。これが入力順でした。OK。じゃあ新エンディング、新エンディングっていうか新たなエンディング見ていきましょうか。おそらくこの先に行けばバンカーっていうのがアンロックされた。あ、ここを 放射能が漏れてる。うん。ところじゃなくて、核シェルターだ。核シェルターみたい。待ってきてる。え、入ってくんだけどあいつ。マジか。危な。開かない開かない。B101。うん。はぁ、あ、くそ。まずいね。 積むよここそうか奥行った帰ってこなければいいけどね何の音サイレンみたいなのが鳴ってましたどこ行ったかねあいつ。 ここはあそこだ。例の、なんだっけ、らせん階段のとこにあった金属の扉。ここか。OK。あいつが行かないと、ちょっと厳しいよ。いないいや、基本開かないよ。 向こうに行ってくれればいいけどねどうかね弾もねもうないんだよそんなに弾もあと一発うんっぽいね消えたああいるいいいい危ない危ない危ない奥行こうここならバレない え、ライト持ってるあいつ。ライト持ってるし、エプロンは、はいでる。あれ入ってきたときさ、チェック柄の服だったよね。あ、ドライバー持ってきてて正解。うん。待って、ライト消しとこう。包帯、ありがとう。ん違う。ライトオフ。 え、めっちゃ回復役ある。まあ、そうか。バンカーだからか。ここ、どうやって行けばいい行った行った行った。よかった。あるよ、ドライバーあれ。ドライバーあるよね。あった。はい。OK。あ、いた。OK。じゃあ。えー、っとねー。 ここは問題ないよね、うん。ライトつけても。うーんと、行き止まり。はいはい。えー、っと。あ、これで入れる水が張ってある場所あった。うん。ファンが動いてますね。えファンが動いてるってことはニッパー取ってこんとダメやん。 はい、オッ ?OK。なんか、コントロールセンター見つけた。こっちはまた違う扉。ねファンを止めないといけないってことは、ニッパー持ってこないとダメじゃないわわ、監視カメラある。地下限定かね。地下限定っぽいね。一応、練習はしとこう。OK、OK。 何すげえサイレンになってるよ大丈夫つけるついたパソコンコンピュータ画面んなんてディスクホルダーえっと「ディスクを入れてください」って書いてるこれディスクがないディスクがないと動かないっぽい アイテムはディスクはない。あビデオテープ来たまたセーブできる。今地下にあるかねビ,ビデオデッキ。それとも上に戻れってことですかねポンプ室の鍵来た。六角レンチ来た。おなんか来たよ。日付1981年10月1 27日シャープ111981年10月24日、プロジェクトジョリーは複雑な事態に見舞われ、不幸にも警備員の一人が死亡することとなった。ハロルド・ガッド・シュタイン氏は精神に異常をきたし、重要な設備を破壊し、多くの被験者を 八つにした数分後、ジェームズ・マクギャノン氏がガット・シュタイン氏を射殺した。悲劇的な出来事だったが、これまでガット・シュタイン氏は脅威になり得る存在だとは考えられていなかった。ガット・シュタイン氏の家族には事情を説明し、この重要な研究期間中のロックダウンが終わるまで、 彼の遺体は冷凍室に保管されることとなったどっかに眠ってんでしょうね裏に何か走り書きされてるあの野郎俺たちが打つ前にオペレーションディスクを壊しやがったシステムが完全に自動化されているからよかったものの調整のためにはあのディスクが必要だったんだ地下2階に古い 予備のディスクが保管されてる。誰かすぐにそれを持ってきてほしい。エレベーターのメンテナンスをするために HVAC システムをシャットダウンしないといけない。どっかにちゃんと脱出するためのエレベーターがあるみたい。だけど、それを動かすためには一旦システムをシャットダウンしないといけ,いけないみたいですね。ちょっと、中入って。 玉も六発。えっとじゃあまあ六角レンチ取って、はい。で、ポンプ室の鍵取って、一旦行きましょう。えーっと一旦もう完全に戻るしかないね。 オッケーえー、っと弾欲しいよねあっちえー、っとポンプ室ああ開いてんだここライターあるえ牛が飼われてんだけどあエレベーターあった 全く動かないポンプ室だよね開いたまさかの牛が飼われてるっていうここはいけないねバルブかなんだなんだなんて書いてあるトラッシュなんとかユース うそ人を食わしている豚に人を与えてたみたいドライバー来たあれ初期アイテムがさバンバン手に入るけどこれ戻れないってことも上にはかもね上には戻れないのかもしれないここは来たポンプ1開いた 行こうかインしてえー、っとちょ閉めてちょダメダメあかんでマジで弾きた弾きたでえー、っと逃亡用に開けて OK はいでスイッチえー、っと B2 があれだね赤く出てる うーんと、だから、うーんと、待ってね。えー、クソが、アンナの、掘っておけ。あの、クソ水道ポンプめ、また、詰まり上がった。今回は、フロア中が、水浸しだ。昨日リックがあそこまで、泳いで行って、排水溝の詰まりを、取り除こうとしたんだが、終わらなかった。両方の、排水溝を、掃除しないと、ポンプは、作動しないぞ。もう、うんざりだ。 俺は知らない。お前らがやってくれ。この B2 ってとこが今詰まってるっぽい。だから、まあ、さっき水浸しのとこありましたよね。あそこのことを指してんだと思うんだけど。あー、来た来た。うん。だからやっぱりね、もう戻れないみたい、上には。なるほど。となってくると、 もうこの鍵もいらないね。あ、待って、こっちはこっち行くとちょっと、なんかやばい気がするから。もうこの鍵いらないね。家の鍵。脱出はしないから。えっとね、ここ。あ、一応入れる。けど、あー、これちょっとまずいね。うん。毒ガスよりかはヘリが、遅いけど、 ちょっと待って、セーブしてないから、やめとこう。ここ。何があるなんか結構いいアイテムたくさんあるよ。ほら、ボルトカッターとか。あ、死体がある。誰これ古いリボルバー来た。え、新しいリボルバー来たんですけど、皆さん。 威力高いんですかねこのリボルバー。ちょっと待って。一応上からね、リボルバーを持ってきてはいるんだけど、弾抜けるこれ。あ、弾回収することはできんわ。なるほど。敵きとっかな。待っとけ。えー、弾結構落ちてんね。ありがてえ。えー、リボルバー、来た。 たまたまえ生きてるのこれ心配しないであなたを出してあげる。もう手遅れだ。そんなこと言わないで下にいる悪魔を止めるんだ。 この施設全体を破壊してくれ What are you talking about? 何の話をしてるの聞いてくれもう時間がない原子炉を停止させるんだ メルトダウンを引き起こすだろうが、あいつを殺すことができるはず。この、えー、惑星からかな、うん、悪魔を消し去るんだ。君もすぐにわかるよ。 どこかにシャットダウンキーが2つあるはずだ。そしてコードを手に入れるんだ。亡くなった。死んだ。え、待って、あの、単純なスプラッターものからなんか壮大なものになってますよ。地下に何かがいるみたい。それがさっきのメモに書いてあったプロジェクトと関係してるんでしょうね。で、それを守ってる、崇拝してるのが あの殺人鬼ってことだ。てっきりね、宗教的な何かで、あの骨を組み立てて崇拝してるかと思ったんだけど、その崇拝してるものの実体がこの地下にあるんだ。ええー、そんな深いの <laughs> そんな深いことになってるよみんな。待って、えっと、リボルバーはこっちは玉はあ、こっちはね、玉入ってない。 多分ね、リボルバーの威力としては一緒だと思うから、これは置いていこうか。ちょっとビデオテープ取ってきたいね。ミスったこれは。何地下にいるやつって。怖い。非常口のドア通れない。 えーっと、開ける。はい。あー、ここに来るのか。あ、やっぱね、もう帰れないわ。こうなってくると、水中の方行かんとダメっぽいね。ダメっぽいんだけど、ちょっとビデオテープだけ取ってくるわ、さすがに。開くあかんか。いや、開く開く開く。ビデオテープある ないめっちゃ <laughs>、飼われてるうん。動物多すぎ。上で、上の方でね、放牧した方がね、いいとは思うんだけどね。伸び伸びと、育てた方が。やっぱね、動物も人間と一緒で、 火の光はねあびんといけないと思いますからなんか運んでないちょっと待って何の音は運んでるよねえ何が起きてるこれえ明らかにな,なんかね 運んでたよねああ死体が運ばれてるわけじゃなかったこのボルトカッターは金属のワイヤーを切断するのに使えそう金属のワイヤー金網系っぽいね待ってここはえ切れるってことワイヤー ボルトカッターがあれば、ちょっと待ってね。えー、っと、いや、切ることはできない。はい、それじゃあね、潜ろっか。セーブもしたし。どこまで続いてますかね。よいしょ。まあ、ガスに比べたらね、うん、ほんと、酸素の減りは、空いてない。酸素の減りは少ない方なんで。 えっと、ちょっと息継ぎして。はい。で、もう一回。こっち、開く開かない。全く動かないって。下へ浮いてんじゃないえ、待ってこれ。あ、空気まりあった。ここでん引くはい。あ、これ、これが詰まってたんだ。 ていうか、何が詰まってた今 <laughs> あれ何、何蓋みたいなのがねしてあったねもう一箇所あるっぽいねあ動くんだこれまずくねちょっと待ってあやばいあったあったよかったよかったあここ来なかったっけねだったよね なんか、下を見たら水浸しのとこあったよね。ここだったみたい。で、大抵の扉は、多分、水圧だよね。水圧の問題で開かなくなってる。から、完全に抜いてあげないといけないけど。えー、あ、鍵かかってる。あとどこだつまり。あと一箇所あんだよね。確か。あ、これけ。 これだ。これ線っていうよりか、なんか布っぽいのがね、ほら、浮いた袋って書いてある。うん。布がね、うん、吸い付いてた。開かない。あ、やばい。開かない。開かない。もう戻ろう。まず息ができない。え、これちょっと待って。吸えればよかったんだけどね、こっから。 さすがに無理だった。あ、これやばい。あれ、どこだっけ例の階段。あの階段で一呼吸しないとちょっと無理。上がれ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 。急げ。よし。さすがに詰んでた。今のは。覚えてなかったら。これで詰まりが解消されたから。うん。二箇所だったよね。 二箇所の詰まりが解消されたんで、あそこが緑色になってるんじゃない ?OK。ケ、えーえ、それ、うん、それじゃあ、ポンプ室行こう。はい、戻ってきました。どうですかね行った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 。行ったか行ってるね行ってるね。抜けてる。ほら。 音が抜けた抜けた抜いてる OKOK、OK OK、だけどブッチャーキスをうんもうブッチャーって呼びますわそれがね正式名称なんで開いたほらねやっぱ水圧の問題であかんかっただけだったみたいかくんなあいつちょっと気つけていかんと えーっと、アイテム関連。来てないこれはぶっちゃーの音ではないね。えー、っと、なんもない。開くあいた。何カサカサ言ってるけど。シンクだって。何の音虫いないでしょ、さすがに。 うん、水浸しだったから。コンロ。えー、特に興味を引くものはない。冷蔵庫。開かない。えー、っと。ええー、虫いたええー、水浸しの中生きてる虫いるの船虫なんだ待ってね。これ多分ダメ。え 一応つ、ね、ぶすことできる。つぶすことできるけど。ちょっと待って。ああ、死んでる。冷蔵庫の中で。冷蔵庫、冷凍庫。うん。えー、っと、メモがあった。なんかクチクチとがする。マット、やつらが血まなこになって探しているシャットダウンキーを知ってるか。足元のロッカーに隠したんだ。あいつらが見つけられるか見届けよう。 暗証番号は俺らが配属される前夜にビーチでやったドラッグの名前だ。覚えてるだろう ?A で始まる。ただ文字から番号に変えないといけないがな。奴らがここで何をしているか知っているな。そして我々が止めなければどうなるかも。もし私の計画が失敗したらこの発電所を停止し、ここを 跡形もなく破壊しろセキュリティ倉庫からシャットダウンコードを入手しろ忘れるなシャットダウンコードがなければ鍵は機能しないあいつを外に漏らすわけにはいかないんだやつらに追われてるこれを君のデスクに隠しておくフランシスマットに当てた手紙っぽいえ待って待ってちょっと待ってえー、っと フランシスがどうしてシャットダウンキーをね、隠したかっていうのは、ここにいる何かを外に出さないため。ガットシュタインが精神異常を起こしてオペレーションディスクを壊したんですよね。で、これを壊したことによって、この施設は封鎖状態になったんですよ。ここにエレベーターのメンテナンスをするためにって書いてあるから、エレベーターが止まったってことですよね。 でまあ、エレベーターを復旧させるためにはこの HVAC システムっていうのをシャットダウンしないといけないのとあと,、えー、とオペレーションディスクの予備のディスクがね、うん、必要になったみたいなんですけどこのシステムをシャットダウンするためにはどうやらシャットダウンキーっていうのが必要だったみたいでそのキーをフランシスが隠したみたい。 理由としては、さっきも言いましたけど、ここにいるものを外部に出さないために。だから、営二つかな。うん。二つのものをこれから探さないといけない。シャットダウンキーとディスク。とりあえず、シャットダウンキーは足元かな。足元をちょっと注意して見とかないといけないね。足元のロッカーに隠したって書いてた、うん、書いてたんで。 このクチュクチュのことなんかね、虫以外にもいるでしょう、う何か。武器ないぜ。ねこれダメージ入りそうだから、え、潰していかないとダメなのこん一匹一匹。ほらほら、ほら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 ,ほら、ほら。一匹一匹潰さんとダメっぽいね。え、無理だ無理だ。潰せない潰せない。うわ、ダメージ結構でかいぞ。え、刺して潰す感じ 無理だね無理だね無理だね死ぬよこれやめてこあそこはまだ行けない火炎放射器かなんかないと無理だ大丈夫か閉めていや厳しいねなんだここ治療室かちょ待って ちゃんとしまって、えー。セキュリティドアを開放する。開いた。敵はいない。資料室っぽいね。待って。えーと、あ、弾きた。弾だけ資料、うん、資料らしい資,、えー、資料はない。鍵を刺す。 何の鍵だディスクホルダーんディスクを取り出すでかっでかっ。あった。うん。ディスク。オペレーションと書かれたコンピューターディスク。えー、ディスクは手に入れました。あとは、その、シャットダウンキー。探さないといけない。まあ、80年代だからね、ディスクって。 でこんだけでかくな,りますわなしまったしまった回復薬使っちゃった。マジか。やっちまった。なんか途中で手に入ればいいけど。あれ開かんくなったんだけど。そういう仕組みか。開かなくなる仕組みになってるっぽい。えーっと、つまり鍵がないと、これ取れないうん、もう一回入れて。鍵だ。 怖いよねぶっちゃ来てるかどうかいい待って待って犬おった犬おった犬おったは犬いるんだけどみんなあれ倒したはずなんだけど犬に関しては、まあ、ただあいつ光が見えてないから大丈夫しゃがみながら移動すればうんそのはず バレたらちょっと厄介だね。あ、やっぱね、壊れてるね。うん。水に浸かってたから機械は壊れてます。で、あいつはちょっとナイフだと結構ね、つかないとね、倒せんかったから、金網越しだったらそれでも倒せたけど、ここは金網がないので、ほんと、あの、 戦わない方がいいが銃で撃ったらブッチャーが来そうだかんねなかなかちょっとやりづらいよねここ何ですかね中になんか入ってるあディスクを取り出すこれ何メモと書かれたコンピューターのディスクメモあなんか書いてあんなこれ多分上に行かないと読めないんだおおワイヤークリップあった ボルト買った後また違うよね、ワイヤークリップ。わあ、置いていけるもんがない。いや,やっぱでかいね、ディスク。<laughs> 想像よりでかい。OK。え、ワイヤークリップゲット。ああガ、え、ガスボタンあるよ。マジか。 無理かどこ行った大丈夫開いた錆びてんねここは開く開かないえー、っとまだあるこれは読むなんだえー、シャットダウンコード左から 右。えー、どういうこと左から右。ワンワン消えたね。消えたあ、ありがて玉。水浸しの玉、使いますかね毎回ね、ホラーゲームで思うけど、結構水浸しになってる玉って多いですよね。あれ犬いなくなってる。犬いないやん。 おお、南京所来たあ、これワイヤーじゃないちょっと待って。南京所。ああ、そんな感じか。いや、わからん。どっかメモがあればいいけど。工具、工具箱だって。なんかあるぞ。キーアイテムが。メモらしいメモもないよね。 あ、いた。どう来るああ、普通に来てる。なんかヨタヨタしてるよ。酔っ払ってんですかね。やり過ごそう。酔っ酔っ払ってる。酔っ払ってる。危ない。はい。それではね、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ね、ありがとうございました。 ブッチャーの家の地下のね、例の扉の先にはバンカーがありました。そしてこのバンカーを探索していくにつれて単純な連続殺人鬼だけのお話ではないっていうことがね、分かってきました。もっと壮大な何かしらの秘密、秘密裏の実験が行われた、うん、場所だったと。ね、そういったことが分かってきました。 果たしてね、その実験の謎とは、どういったものなのでしょうか。そこら辺をねえ、次回やっていければいいかなと思います。とりあえず、現時点でのキーアイテムとしては、こちらのディスクですかね。これを、例のパソコンに入れて、中身解読して、ね、話、進められていければいいかなと思ってるので、よかったらね、また見てやってください。はい。それでは、島津の Stay Out of the House に、 なりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。